っすぐ来て、うん、まっすぐ来て、うん、ここで気づいてブレーキしたけど、うん、ここですね、ここですね。フロントフォークがこうぶつかってますね、うん、左フロントフォークです。そのままあちらまで、現場であちらまでこんだけ飛んどるってことは100キロ以上出たやろ。こちらの現場まで被害者の男性は飛ばされたという状況です。それであちらに置いてあったと。ここまで来とうな。これ多分エンジン割れとんな。これいやエンジンじゃなかったで、割れなかったで。僕でこんな出るか、こんなエンジン出とったんかな。出とんわ多分これは。うん、あ気づかんかったけど、フォークはなんてこんなことなくだけ取った。これはまたでっけえ。これで滑ったと見られます。オムニバス編集超強烈正真正銘裏画像。なるほどな。100円玉発見しました。これ絶対シードさん。50円玉は発見しました。これ絶対シードさんのやつや。160円発見しました。絶対師匠さんのやつや。絶対自家で映像撮ったんや、ポケットに。絶対金めっちゃ落ちるじゃん。おう、ちょ金探そう。いやでもなんか水音入っとったかもしれへんってことだな。集団どこったやろ。この辺やったやろ多分な。160円広田で160円、うん、これもう風呂入った。これほんまや。どこもあんてよ。ほんまや。よう生きとったな。160円もらおう。当たっとんじゃん、ほんで心が。あ、これに当たったんか、塩さん。なんかここの作家があるわ。これ新しいな。これダーン当たって、これが良かったんじゃん。跳ねて、ドーンって。それでここ入ったんや。あ、ご縁あった。だから、この中にちょっと小銭撒き散らそうかもしれん。うん、あ、だいたい分かったな、うん、事故が。事故ってすぐ分かるな。うん。出てた。これだ。165円出てきたで。うん。背中人からかよ。うん。あの退院祝いにこれ、見舞い金やよ、持っていたのかな。でももうでも追ってないな。だから多分こっちに飛ばされたんやな。でもだからこれフェンスなかったら死んどるで多分。あ、でもフェンスなかったら逆に向こう滑っていっとか助かっとったかもしれんけど。そうかな。向こうボーン行っとや。うん。けどこれなんかフェンスなかったら向こう入っとや。だから余計良かったかもしれんな。ゴロゴロ転がっていくや向こうに。うん。あ、でもあれこのフェンスのこの支柱が当たったんかな。これも当たっとんな、ここも。ほら。うん。ガーンってバイクぐるぐる当たんじゃん。バイク。ここもなんかなっとんな。うん、飛び散っとる。バイクほんならゴロゴロって。ここでこう、でもあっこやろ最終的に折った位置は。ここ人間やろ、多分。で、ここに小銭を取って。小銭で分かるで、ちょっと。あ、ジュレミッケ。めっちゃ金だった。おぉ。175円広だぞ、ボールで。まだ金出てくんの。こっちだと。こんなとこまで飛び散ってないよ。おぉ。でも相当な、これ、飛ばされようやな。小銭があった辺が多分人間がおった辺やろ。電話かけたりとかしとから、その時に落ちたんかもしれん。よう生きとったな。これは壁やったらしんどんな。小銭まだあるか。じゃあ引かれんぞ。うん。人間が当たったのは多分この辺やな。これやな。多分これカーブ曲がったの分からんかったやろな。うん。直で入ってきた思うな。うん。でこの辺で気づいてブレーキしたけど間に合わんかって。でもその辺な。ブレーキスリップサインないやろ。うん。ないやろ。うん。
なんか避けた感じじゃなさそうやな。うん、こう曲がったの気づかんとこの辺が、この辺走るから。ね、これで倒しとったんやな。分かったの分かっとったけど、なんかオーバースピードみたいな。それかもうこの辺でハッて気づいてブレーキしたけど間に合わんかってここで滑ってでズリンでここ入って左側ガーンぶつけてバイクは多分こう飛んで向こうの方でアコン落ちて人間だけこういったのかな多分でここまで飛ぶかけどバイクはそのままガリ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 ってこっち来たかもしれんねここでガーンだなってそっち行ったかもしれんうんここっぽいなでもよう擦り傷で済んだなこれ下手したらここでめっちゃ切っとめてこれなかったら助かってたかもな向こうの方転がっていっとからおうでもあんなんやったらもう死んどったかもしれんな胸を取ったらドーンってそうやなうーん175円いるかなうん、なんか買い物したあたりやったらもうちょっと金作ったはずや あれやあのセルフでええって釣りやセルフでええたかもしれんって CD で釣りかこれもうなんで女全部行動分かってまうんやろ相当からやったいことやなおう10リッターぐらい入ったんかおうじゃあ帰ろうか帰ろう